大丈夫かボス。まさか例のスナイパークワイエットか。静かなる狙撃手クワイエット、どこにいる。ご視聴いただきありがとうございます。東京のヘビです。グラウンドゼロズの装備でザ・ファントンペインに潜入任務、今回も楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今回はこのチャンネルでは珍しいかなと思うんですよ、クワイエット戦。まあクワイエットは私の家族であり理想の女性ですからね。基本的に他の実況シリーズでも戦っていないんですが、今回はムービーがありますのでしっかりと戦っていきたいと思います。恨みっこなしでね、よろしくお願いしますね。どうですかクワイエットさん、私登っちゃいますよ。登っちゃいますよ、こういうところ。本当に大切な家族とはいえね、いざ戦うとなったら徹底的に戦っちゃいますよ私はね。よいしょ、さてクワイエットはどこにいるの。青っと光りましたね、あそこにいるようです。夜だからね、分かりやすいですね。そういえば夜のクワイエット戦は初めてかもしれないな。まあ、このチャンネルではクワイエットをですね、まあ、武器装備を使わずに CQC で倒すという、そういった攻略動画を出しているんですが、今回はこのグラウンドゼロズ装備でやっておりますので、たまたまねスナイパーありましたので、スナイパー対決ということです。よいしょ、さおっと危ない、いましたね、あそこにいましたね。しっかりと狙っていきたいところです。クワイエットとね、スナイパー対決するのも何年ぶりかわからないので、おおね、ちょっとこのスコープを覗いてる余裕がないので、画面の中央にレッグルを、よーし、あんたが決めるんだ。いや、もう私の心は決まっていますので、はい。もうとても理想の女性です。はい。女スナイパー、クワイエット。サイファーがよこした殺し屋か。ボス、とどめを刺せ。そいつはスカルズの同類だ。早く殺せ。待て。殺すには惜しい。連れて帰ってくれ。ボス。ボス。ボス。連れて帰る気じゃないだろうな。そいつはサイファーだ。あの能力も何なのか。マザーベースには受け入れないぞ。よくやったボス。生け捕りにするとはな。連れ帰ってくれ。そいつが何なのか知りたい。危険だ。殺せ。絶対に入れないぞ。決めるのはボスだ。回収用のヘリを送る。今まであんたの指示にはできる限り従ってきた。だがそいつは
ボス、連れ帰っても殺すだけだ。私が守ります。こちら P コード、まもなくランディングゾーンに到着する。確認しました。後方 0.4 マイルを維持、追尾されてます。マザーベースの位置を知らせるな。了解、回避します。
ボス、そいつはサイファーだ。撃て。いいな。こいつはボスの助けだ。自分が助かりたかっただけだ。撃て。欲望に入れろ。ボス。目を離せな。よし。連れて行け。早くしろ。ボス、取り返しのつかないことになるぞ。あの女は…そうだ。彼女はこの場所を知った。いずれにしろ、いつかは殺すことになる。だがまだだ。今じゃない。その時は…俺がやる。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。少しでも面白かった、暇つぶしになった、そう思っていただいた方はチャンネル登録、高評価するかはお任せいたしますので、ぜひとも東京の蛇の動画をもう一本ご視聴いただけると嬉しいです。それでは次回また別の動画でお会いいたしましょう。